皆さんこんにちは。株式会社コダト経営税理士の佐藤博樹です。税理士選びの失敗を避ける見直しが必要なサインとはというテーマでお話をさせていただきます。突然ですが、皆様は自社で担当されている税理士に対し不満を抱いたことはありますでしょうか？節税アドバイスや提案をしてもらえない、決算業務以外のことはやってもらえない、話している内容が専門的で難しく分かりやすく話してもらえない、そもそも今担当されている税理士がいい税理士なのかは分からない等々、今感じている不満をそのままにすると自社の成長の妨げとなってしまったり、間違ったアドバイスを受けてしまったりという可能性もあります。そこで本日は税理士の選び方、見直し方について解説をさせていただきます。ぜひ参考にしていただければと思います。わかりやすく解説いたしますので最後までご覧ください。我々コダト会計では約4000社のお客様を対象に自社の数字を理解し経営に活かせるようにご指導させていただいております。 79.9% 約 80% のお客様の黒字化を達成しています。多くのお客様からご好評いただいておりますので、どうぞ参考にしていただけたらと思います。年間500社以上を支援する中で体系化した経営計画作成徹底解説セミナーを無料で開催中。黒字化率 79.9% を誇る当社のノウハウを3時間にギュッと凝縮、ワーク形式でお届けするからこそ生きた知識が身につきます。ぜひ参加をお待ちしております。詳しくは概要欄からご確認ください。まず一言に税理士といってもいろんなタイプがあり、近くにいるからと選ぶのではなく、自社の目的に合わせて依頼することが大事です。税理士のタイプは大きく分けて7つありますのでご紹介をいたします。 1. 個人事業主向け税理士、 2. 中小企業向け税理士、 3. 大企業向け税理士、 4. 相続資産税専門税理士、 5. IT ベンチャー企業向け税理士、 6. 国際税務専門税理士、 7. 公益法人非営利団体向け税理士。あなたが求めているのはどのタイプの税理士でしょうか？おそらくこのチャンネルをご覧になっていただいている多くの方は2の中小企業向け税理士に依頼をされている方が多いかと思います。実際そういった場合は中小企業向けの税理士の方が求めているアドバイスが受けやすいです。そのためもし今大企業をメインのお客様としている税理士事務所を使われている方は、中小企業に向けてサービスを行っている会計事務所をお勧めいたします。とは言っても税理士を変えるというのはそう簡単にできることではないかと思います。もちろん今の税理士さんで良いのであれば、そのままであることに越したことはありません。しかしながらアドバイスがもらえない、先生がご高齢、そのため最新情報がキャッチアップできない、この2つのパターンにもし当てはまっていたとしたら、特に成長を求めている経営者様の方であれば見直しを検討することをお勧めいたします。では逆に良い税理士とはどのように見つければいいのでしょうか？いくつかのポイントに分けて解説いたします。ポイント1つ目、経営パートナーとして親身に相談に乗ってくれる。税理士を選ぶ際には経営者に対し親身になって相談を聞いてくれるかが重要な要素となります。親身になってくれる税理士ならば気軽に経営や数字の相談ができますが、そうでない場合、本当に困っていて相談しても聞いてくれず余計なエネルギーを使ってしまうというパターンもあります。また税理士の中には先生と呼ばれているうちに無意識に自分は顧客、お客様よりも偉いという態度をする人もいるようです。そんな上から目線の税理士は実際仕事もいまいちなことが多く、経営者の痛みを理解し一緒に考えてくれることはありません。ポイント2つ目です。自社が目指す規模やビジョンと同じようなレベル、規模の顧問先を持っているです。自社の目指すレベル、規模の顧問先が他にもあることで、目指す上での注意点など解像度の高いアドバイスを受けることができ、具体的な打開策を立てることができます。またそもそもの方向性の食い違いが減り、お互いに話しやすい要因ともなります。まとめです。今回は自社に合った税理士の選び方について解説をしてきました。一番のポイントとしては、自社が目指そうとしている世界観を考えた時に一緒に伴走してもらえる事務所かどうかということです。ちなみに今回ご紹介した税理士のタイプの中で ② の中小企業向け税理士を求めているという方であれば、当社で開催している脱数字嫌いオンラインセミナーの中で中小企業の経営者として押さえておくべき数字の見方をお伝えしています。ぜひこちらも合わせてご確認いただけますと幸いです。年間1000名以上参加のセミナーもしている人気講師が無料にて数字を一切使わず、イラストや表を用いて中小企業向けの実務的な数字の読み方を解説しています。大変ご好評なセミナーですので、ご活用いただけますと幸いです。下の概要欄にて詳細を記載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな課題をお持ちではありませんか？数字が苦手で経営計画が立てられない、一人で計画しても一向に進まないし不安、数字が苦手な経営者が抱えるあらゆる問題、そんな悩みを解決してくれるのが
日本一優しい経営計画作成合宿。個別サポートで計画作成がスムーズに。一社一社に合った経営計画書の作成、年商3000万から50億まで様々な規模の実績があります。100社以上の成功事例、あなたの経営も変わります。経営の未来を明るく照らす一歩を今踏み出しませんか？詳細とお申し込みは概要欄よりご確認ください。